ニュージーランドアシカは、ネコモクアシカかニュージーランドアシカ族に分類される、帰脚類。本種のみでニュージーランドアシカ族を形成する。口述の通り、現在ニュージーランドの南東に生息するアシカと、マオリ族によって絶滅させられたアシカは、遺伝的に異なる系統であった。また、高新世のアシカは、ニュージーランドアシカとも、オーストラリアアシカとも異なる。ニュージーランド固有種が、 南東やマッコーリー島へ名義をした例がある。全長オス 220cm、メス 180cm。体重オス300から 400kg、メス140から 230kg。粉炭は太く、額が突出しない。幼獣は暗褐色の体毛で覆われる。オスの成獣は全身が黒褐色の体毛で覆われ、縦髪が発達試験部に達する。 メスの成獣は、背面が、肺褐色、覆面が、泡褐色の体毛で覆われる。海岸に生息する。大規模な海遊は行わない。植生は、動物食で、魚類、甲殻類、軟体動物などを食べるがペンギンを食べることもある。主に夜間に、水深30メートルまで潜水し、獲物を捕食する。繁殖形態は耐性。オスは10から11月。 メスは11から12月に砂浜に上陸し主に砂浜で交尾を行う。メスは出産してから1週間で発情し、再び交尾を行う。12翌1月に砂浜で1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は6から8ヶ月だが、1年に達することもある。毛皮や油目的の乱獲などにより生息数は激減した。 1970年代における生息数は3000から4000頭と推定されている。現在、南東などに生息しているのは南極諸島からの移住個体の子孫であり、遺伝的に異なる。本来の足川、北島、南東、チャタム諸島などで、マオリ族の狩猟によって絶滅した。同じ理由で絶滅したワイタハペンギンも、後に南極諸島から移住したキンメペンギンによって、 ニッチが再現された。ありがとうございます。